日本政府が VSL 搭載実験潜水艦の建造正式発表し、海上自衛隊の潜水艦配備計画が拡大化しています。今回は、海上自衛隊で原子力潜水艦を保有、建造するかという話を詳しく考察していきますね。原潜建造費に3000億円で大芸、潜水艦約900億円、VSL 搭載潜水艦が、その上、1000億円とすると、3隻ほど建造できます。世界最強の戦略型潜水艦通常動力版を、建造でだ、スペックダウンした潜水艦を売るなんてできたらいいですけど。2023年1月15日、アメリカ海軍の作戦部長を務めるマイケル・ギルディ氏がある会合において、日本の今後の原子力潜水艦の建造について触れ、それは、政治、財政的に、国家レベルの支援が必要だと述べたという。この発言は、アメリカ海軍研究所が抱えているメディアである USNI ニュースが報じたもので、額面通りに、その言葉を受け取るならば、日本が、すでに、原子力潜水艦の保有を実行に移そうとしているように聞こえてしまう。現状では、2022年12月の閣議決定で、安保関連3文書を、改定の上、承認したことで、防衛費の大幅な増額、つまり2023年度からの5年間の累計でおよそ43兆円、対 GDP 比で、2% の達成は、数値目標としては掲げられてはいる。その中では長距離攻撃が可能で、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれていた分野の兵器を反撃能力と位置づけ、それらを実行する手段として、複数のスタンドオフミサイルの開発と調達を打ち出した状態である。そのため、少なくとも、日本の海上自衛隊の原子力潜水艦の保有が、公に示されたことはこれまでにもないが、アメリカ海軍の要職にある人物が、こうした発言を行うということには、何らかの意図が働いているのかもしれない。マイケル・ギルディ氏は、続けて、一昨年の2021年9月に、オーストラリアとアメリカとイギリスとが、急遽締結を行った軍事同盟、オーカスの件に触れ、それにより、オーストラリアが、原子力潜水艦の保有に踏み出したことを挙げている。このオーストラリアの決断と同じ方向性で、マイケル・ギルディ氏は、日本の海上自衛隊が、原子力潜水艦の保有という選択を行う可能性を説いたものとみられ、今後どのように受け取られるのかが注目される。今のこと、ロコ人的にニュース等を確認している中では、この発言に対する、日本側の意思表示は確認できていないが、韓国の中央日報は、この件を報道し、しかも、日本の原子力潜水艦の保有を歓迎するかのようなニュアンスを示している。これは、多分に、韓国自体が、原子力潜水艦の保有を目指している事実に照らして、そうした行いに対して、アメリカからの了承を得やすくなるとの思惑があるのだと見て取れるが、いつもの日本の軍備拡張に対する態度とは、好対照な点は、興味深い。しかし、同時に、この2023年1月10日から、開始されたアメリカ海軍協会の年次の総会においては、大西洋方面を担当している、ダリル・コードル大将が、予定の10隻に、4隻も潜水艦が足りないと、発言しており、アメリカの現状を嘆いている。アメリカ海軍では、最新鋭の攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級を、近年も、年間2隻のペースで、発注を行っているにもかかわらず、また、年間で10隻が予定されている、大規模なメンテナンスも滞っているとされている。こうしたアメリカ海軍の原子力潜水艦をめぐる計画の遅延は、新型コロナウイルスの問題等で表面化していたことに加え、昨年から始まり、今も続くロシア・ウクライナ戦争の影響も大きく、
深刻な問題に発展しているようだ。アメリカが自国海軍に対しても原子力潜水艦の予定通りの新規建造やメンテナンスが進んでいない現状は、先のオーカスの締結に基づき、オーストラリアにバージニア級を融通すると見られた動きにも影響を与えるだろう。オーストラリア海軍の攻撃型原子力潜水艦の件については、アメリカらならばバージニア級、イギリスからならばアスチュート級が候補とされてきたが、イギリスの余力はアメリカ以上にないと考えられてきた。そのため、本命はアメリカからのバージニア級と召され、新ゾブン数隻と残りは、オーストラリア国内で建造する体制を整え自国建造する方法が有力視されてきたが、ここに来て、かなり、この動きに陰りが見えている、感は否めない。アメリカで、オーストラリア向けのバージニア級の新造が厳しい場合には、アメリカ海軍で運用中の既存の艦艇から、供出する案も聞こえてはいたが、この場合、潜水艦自体の総数は変わらないため、アメリカにとって利点がないとも言われている。結局のところ、オーストラリアは原子力潜水艦の保有を打ち出しては見たものの、既存の通常動力型潜水艦であるコリンズ級6隻に対し、延命措置としての近代化改修を施しつつ、次の手を模索する必要に迫られている。さて、肝心の日本であるが、オーストラリアと最も異なる点は、原子力発電所という設備を設置、維持できる技術的な能力は保持している部分であり、潜水艦用の原子炉の開発についても、粗相の素地は備えているとは思われる。そのため潜水艦に搭載するための原子炉の開発には、原子力発電所とはまた異なる、労力とノウハウが必要となることは間違いないが、技術的な基盤を国内で抱えているという点においては、オーストラリアよりも、運があるだろう。現在の日本の海上自衛隊における潜水艦は、通常動力型のみの攻撃型に、限定はされるものの、親潮型9隻、双竜型12隻、太平洋型1隻が実戦配備されており、中期防衛力整備計画で目指した22隻体制を充足している。例えば、イギリス海軍であれば、攻撃型潜水艦も、すべて原子力潜水艦で統一しているものの、トラファルガー級1隻と最新鋭のアスチュート級が、6隻の合計7隻の保有に止まり、数の面では、日本よりもはるかに少ない。これはフランスでも同様であり、同国も攻撃型潜水艦は原子力推進のみだが、収益中であるのは、リュビ級が6隻、最新型のシュフラン級が、ようやく、昨年2022年6月に収益、イギリスと同様に、7隻の体制を構築している。日本の場合、四方を、広い領海で囲まれてはいるものの最大の仮想敵国である中国、ロシア、北朝鮮とは比較的近距離にあり、通常動力型よりもはるかに行動半径や連続潜航時間が長大で速度も速い原子力潜水艦の特性が必須かは考える必要はある。何より海上自衛隊の潜水艦の場合、現行の最新鋭の体系型でも建造費は上昇しているとはいえ、一隻あたり、未だ、800億円ほどで建造できているが、原子力潜水艦となれば、建造費は、確実に一桁は上昇する。それを考慮するならば、確かにほとんど浮上する必要がなく、数ヶ月にわたって、作戦行動に従事することが可能な原子力潜水艦は、制限が少なく、運用の幅は広がることは事実だが、適正な費用対効果があるか否かは、検討すべきだろう。純粋に軍事的な観点からは、日本が、攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、議論と検討を深めていく、必要性があると思えるが、政治的に、
今の既存の政党がいかにこれを捉えているのかについても触れてみたい。2022年6月に、翌月の参議院選挙を前に、フジテレビ系列の番組において、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、令和新選組、社民党、NHK 党の9党の党首が参加した討論が行われた。ここで、番組側から、日本は、今後、原子力潜水艦を保有すべきかどうかという質問が投げかけられたが、それに賛同の意を示したのは、日本維新の会、国民民主党、NHK 党の3党であり、与党の自民党や公明党は、慎重な姿勢を崩さなかった。逆に、はっきりと、日本の原子力潜水艦の保有に反対の意を示したのは、立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党の4党であり、その姿勢は、あえて聞くまでも、なく最初から予想できたというのが、偽らざる心境である。2022年の参議院議員選挙の結果を挙げるまでもなく、これら立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党ら4党が、民主主義に照らして、日本の大多数の国民に支持を得ていないことは明白で、今後も状況が変わることはないだろう。与党である自民党は、日本が原子力潜水艦を導入することになれば、膨大なコストが必要と答え、施策として、必ずしも優先順位が高いものとは言えないとの見解で、公明党も費用的にも現実的ではないと答えている。大ゲイ型人ゲイ、潜水艦が浸水を終え、白ゲイ潜水艦が就役する今年。VSL 実装実験潜水艦建造も決まっています。今回は、海上自衛隊の潜水艦建造計画は、年に1隻建造するのかを詳しく見ていきますね。1隻800億円は、原子力潜水艦を導入するよりも、はるかにコストカット、しかも最強の潜水艦です。2022年12月に、いわゆる安全保障関連の3文書を、日本の岸田内閣は、改定した上で、閣議決定を行い、2023年度の防衛予算案から、これを大幅に増額していく。方向を打ち出したことは、戦後の防衛政策の一大転換点となった。ここにおいて、5年後の2027年度には、防衛予算額は、およそ11兆円を超過し、対 GDP 比率でも、これまで目安とされてきた 1% から、倍増の 2% 以上となることが予想され、NATO 加盟国が掲げる目標値にも迫るものと報じられている。ここまで、急激な防衛政策の転換が行われた背景には、当然、昨年2022年2月に正起した、ロシア・ウクライナ戦争の余波が大きいと思われるが、政治的には、不足分の財源を増税で賄うとの示唆もあり、そちらは、おおむね評判は、芳しくない。実際に、増税で、防衛費の増額を行うのか否かは、今後の政治的な環境や、日本を取り巻く、中国、ロシア、北朝鮮といった仮想敵国の軍事装備の状況が、大きなポイントになることは、間違いないことは確かだろう。
そうした中で、日本の防衛力として中核を担うと考えられているのが、海洋国家としての海上自衛隊の存在であり、周囲に広い領海を抱える国家として、各種の艦艇を中心とした戦力の整備が打ち出されている。現在の予定では、海上自衛隊の艦艇群の目安としては、護衛艦54隻で、うち10隻がイージス護衛艦。これとは別に、ミサイル防衛用のイージスシステム搭載艦が2隻。そして、哨戒艦12隻の新造という、水上戦闘艦の体制が示されている。そして、数としては、これまでと同様に、22隻体制を堅持することになっているのが、海上自衛隊の潜水艦隊であり、こちらは、昨年2022年3月に、最新鋭の太平洋型潜水艦の一番艦、太平洋が就役を果たしたことで、達成されている。すでに、太平洋型は、2番艦の、枠芸が、2021年10月に、3番艦の、陣芸が、2022年の10月に、それぞれ進水を迎えており、予定では、前者が、今年2023年3月、後者が、2024年3月に、就役を迎えるものと召されている。このように、1年に1隻ずつ、の新造された潜水艦が、計画通りに、就役を果たす場合、22隻体制を超過することになってしまうため、これから、しばらくは、現行の中で、最も旧式な親潮型9隻からの退役もしくは、艦種の変更が予想される。2023年2月の時点では、海上自衛隊の潜水艦隊22隻の内訳は、親潮型が9隻、双竜型が12隻、太平洋型が1隻で構成されており、すでに、最も旧式の親潮型は、2隻が、練習潜水艦への変更が行われている状態である。さて、最新鋭の太平型であるが、基準排水量は3000トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートルの規模を持ち、水中排水量等は公表されてはいないが、通常動力型潜水艦としては、世界でも最大規模の艦艇だと言ってよいだろう。太平洋型は、この艦隊に、川崎重工業社製の 12V2525SB ディーゼル機関を2機と、リチウムイオン蓄電池、そしてモーターを搭載する、ディーゼルエレクトリック方式であり、最大出力6000馬力で、水中速度は、およそ20ノットを発揮する。現在進水を迎えている3番艦の、陣芸までは、先に挙げた川崎重工業社製の 12V2525SB ディーゼル機関を搭載するが、その後の4番艦以降は、同社製の新型の2531ディーゼル機関の搭載に切り替えられる予定である。現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭である太平型の、こうした機関構成は、毎級である、そう、竜型の11番艦である、某竜以降に採用されたもので、リチウムイオン蓄電池を採用した世界唯一の量産された、軍用潜水艦となっている。今後は、韓国海軍が、同様に、リチウムイオン蓄電池の搭載潜水艦を就役されると、予想されているが、2023年における現時点で、就役を行っている艦艇としては、そう、竜型の後期の2隻と、太平洋の3隻のみという状況である。ちなみに、海上自衛隊が実戦配備中の潜水艦の機関の構成は、最古参の親潮型が、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターを用いた、いわば潜水艦が登場した、1世紀以上前からの伝統的な形式を採用している。続く、そう、竜型の1番艦から、10番艦までの10隻においては、これが、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターに、さらに、スターリング機関を加えた非対機依存推進を実現しており、当時は、
通常動力型潜水艦としての先進性が評価されていた。この、そう、夕方の10隻は、通常動力型潜水艦の泣きどころとも言うべき水中航行時の動力を、モーターのみでなくスターリング機関も併用することで強化しようとした試みだったが、結果としては、短命に終わったと言うべきだろう。これは、搭載する蓄電が、鉛製から、リチウムイオン製のものへの変更を実現できたことが、大きいと追われており、後者は、前者よりも、大電力を持続して供給することが可能で、かつ、密漁時間も、短く密漁放電の回数にも優れている。こうしたリチウムイオン蓄電池の鉛製蓄電に対して持つ優位性は、その登場時から判明してはいたものの、非常に発火しやすいという難点があり、軍事用の艦艇に搭載するには、その点をいかに防止するのかという点が課題であった。そう、夕方の場合、日本の GS 湯浅社がそうした点に、配慮されたリチウムイオン蓄電池を完成させたことに加え、潜水艦の艦隊を手掛ける三菱重工業の長年のノウハウもあり、安全性が確保されたと言えるだろう。しかし、ここまで技術的に進んできたと、おぼしき海上自衛隊の潜水艦の機関構成だが、2021年9月に、オーストラリアがアメリカ・イギリスとの間で、新たな軍事同盟であるオーカスを締結したことが、日本にも、大きな議論を呼ぶこととなっている。オーストラリア海軍は、このオーカス締結の一環として、アメリカもしくはイギリスからの技術的な支援を仰ぎ、攻撃型の原子力潜水艦をこれまで進めてきたフランスとの協業による通常動力型のアタック級潜水艦に変えると、表明したからだ。いかに通常動力型の潜水艦の機関部が進化を続けているとはいえ、原子力推進に比較すれば、後者は事実上燃料補給の必要がなく、長期間の航行が可能であり、さらに水中での移動速度も軽く30ノット以上をマークするなど性能は高い。そのため、搭乗員の食料や体力面が許せば、原子力潜水艦は極めて長期間にわたって連続潜航を行うことが可能で、キレ、ゆえに、長大な航続距離を一切浮上することなく行動できることを意味しており、確かに驚異的ではある。しかし、原子力潜水艦は、それゆえに、搭載する小型の原子炉を製造するという、技術的な課題や通常動力型の潜水艦に比して圧倒的に建造費が高額であるという問題もあり、海上自衛隊に必須かといえば疑問符はつくだろう。例えば、タイゲイ型の一番艦であるタイゲイの建造コストはおよそ800億円ほどとされているが、アメリカの攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級は少なくとも5000億円以上と目されており、火力6倍以上に相当すると思われる。現在の海上自衛隊が構築している潜水艦隊の22隻体制を、バージニア級などの攻撃型原子力潜水艦が3から4隻で代替可能とするならば意義はあるかもしれないが、訓練や整備のローテーションを考えれば、まず無理だろう。そう考えれば、通常動力型の潜水艦に比べ、原子潜水艦の持つ、長大な航続距離や連続潜航時間、そして、高速性能には、大きな優勢があることは事実だが、果たして、海上自衛隊が保有、運用することが、現実的かは、まだまだ議論を重ねる必要が感じられる。
南シナ海で黒潮潜水艦が突如として現れました。護衛艦加賀、後米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時でした。今となっては後出しになってしまいますが、当時のチャンネルでかつて言っていたように、潜水艦が海底にいることがわかりましたね。潜水艦が海底にいる、と言った3日後。当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も、前から、南シナ海での訓練を行っていた、護衛艦加賀の海底には、黒潮が、任務を、水港南シナ海で、極秘任務についていたということを発表しました。なぜ、今頃発表と考えてしまいますが、実は、黒潮は、旧型の潜水艦その旧型でも、南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で、発表したのです。これは、もう、抑止効果としか言えませんね。ただ、そう、旧型潜水艦が、もう一隻海底にいたのではないのか?と、そんな気がしているのも事実です。そう、旧型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は、極秘扱いになっている1000メートルは、潜れるという、人や500メートルがいっぱいという話などもあります。実際には、その潜航深度は、謎のまま、未だに議論が繰り広げられています。個人的には800メートルと考えている、最新鋭の鵜、竜や闘竜などリチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えますが、この潜航深度は、そのまま変わらないだろうとも思います。難しいところです。ただ、そう、旧型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えます。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいることでしょう。静粛性は実質トップと言えますね。リチウムイオンを搭載した、放流の引き渡しに備え、性能を改めて見ていきましょう。日本には、潜水艦化数多くありますが、放流の出現が、今までの潜水艦の歴史を変えました。放流派2018年10月4日に進水式を終えたばかりの、比較的新しい潜水艦。本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したのだと考えています。しかも、海底の忍者です。ちなみに、放流の建造費は660億円だったそうです。費用を見るだけで、いかに力を入れて開発されたのかがわかりますね。さて、この放流の出現とは、一体、どんな意味があるのでしょうか?高性能な潜水艦は、自国より、むしろ、他国への脅威となるはずです。つまり、日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな、脅威的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づくとしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者放流なら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところ、潜む見えない敵。これほど、恐ろしいものはないでしょう。ここで、放流に関する中国メディアが書いた記事を紹介します。その中には、実に気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で、10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式、及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は、
放流、そう、竜型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が、世界で、初めて、リチウムイオン電池が搭載された、軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリである、今日頭上波19日、放流に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのか、と啓発しました。これまでの、そう、竜型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって、新たに、リチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが、格段にアップしたようです。日本は、近年、軍事拡張の傾向があり、未だに、アメリカの制限を受け、しかも、平和憲法のもとにありますが、軍備の面でも、存在感を示しつつあります。といった内容でした。また、キジハオリュウが使用しているリチウムイオン電池についても説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野彰氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいですよね。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるので、どうしてこんなにいいものを中国では採用しないのか、という疑問が出てくるという指摘もありました。今日頭上の記事は、中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しています。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になりますから、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については様々な問題、予算などのせいで長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれませんね。中国の別のメディア海志新は、10月24日、放流については、15年進んでいると言われるが、この間には、致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は、日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国、中国よりも、10
15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在するという指摘をしているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しています。ちなみに、中国共産党局は、インターネットニュース情報源機関のリストを公布しています。インターネットを通じて、独自のニュースを配信できるのは、指定された135つのメディアのみで、この機関以外から発信されたニュースを記載すると、法で罰せられるとのことです。これら以外のニュース報道機関は、指定されたメディアから連載して掲載するしかなく、ニュースの独自性はどんどんなくなってしまいます。そんな厳しい中国だからこそ、記事に書かれていることは絶対で、信じて疑わないという姿勢があるのかもしれませんね。インターネットはもちろん、SNS も、監視されている国。実際、中国へ旅行したとき、日本にいる家族や友人との連絡手段がないことに、かなり驚いたことを覚えています。特に、海外の情報は、外の様子を国内に入れてしまうことになるので、メディア規制をしている中国政府にとっては、慎重に扱うべき事項。それを、このように堂々と報道しているので、特に考えもないことがわかりますね。それに続けて、2013年1月には、日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題は、その後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは、現段階では判別しがたいとも言っています。とはいえ、2013年4月には、日米当局が、アメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言ってよいと思われます。それにしても、どうして、日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は、原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。ここまで、強硬な思いを掲載しているあたり、中国の本気具合を感じますね。そして、記事の最後には、中国の原子力潜水艦は、言うまでもなく強力だが、残念ながら、艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、放流に対する危機感を示していました。潜水艦へ、リチウムイオン電池を搭載するのは、世界でも初の試みですから、中国だけではなく、世界中から注目されることでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまり、やはり、日本のものづくりに対する徹底した、真摯な意識があるからではないでしょうか。日本の技術は、世界でもトップレベルですものね。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないでしょうし、追い越すこともできないと思われます。